広島は8日、岡田秋武投手、30、戸根千里羅投手、31、曽根海星内野手、29、育成の藤井麗羅、25、坂田麗、25、新野草、21の計6人に来期の契約を結ばないことを通知したと発表した。岡田は2015年ドラフト1位で大正代から入団。 二年目の十七年には十二勝を挙げ、チームのリーグ優勝に大きく貢献した。その後は肩の故障で思うような成績を残せず、十九年以降は一軍での登板がなかった。二十一年にトミー・ジョン手術を受け、昨期にも戦力外通告を受け育成で再契約を結んでいた。今期はオープン戦で一軍登板を果たすと、 7月30日に支配下登録されていたが、公式戦での一軍登板はなかった。育成から支配下で充実した一年だった。すごくやりきった感覚があります。去年よりはすがすがしいというか、一軍に上がれるか上がれないかぐらいまでいけた。上がれたら一番良かったんですけど、一軍が苦しい時期に自分が調子を落としてしまったと語り、 今後については、野球は続けていけたらなと思っていますとし、トライアウトについてはそこまで考えていないと語った。トネは2014年ドラフト2位で日大から巨人に入団。1年目から2年連続で中継ぎとして40試合以上に登板したが、徐々に登板機会を減らしていき、22年オフに現役ドラフトで広島へ移籍。 23年は24試合に登板するも、今季は一軍での登板がなかった。それも遺跡組で13年育成ドラフト3位でソフトバンクに入団後、18年途中に未完とのトレードで広島に加入。ユーティリティープレイヤーとして21年にはキャリアハイとなる66試合に出場した。今季三月に左尺骨を骨折し、 一軍での出場がなかった。育成の坂田は21年育成ドラフト4位で入団。ナックルボーラーとして注目を集めたが、支配下を勝ち取ることはできなかった。